巨人梶谷隆行外野手36が23日、都内ホテルでの引退会見で、同じ88年世代の坂本について語った写真、サプライズで登場した坂本勇人と握手する梶谷隆行。20年オフに d n a から FA 移籍してきた梶谷は、もともとジャイアンツに来た理由というのも、 同学年の坂本勇人と,と一緒に野球をやりたいという思いも理由の一つでした、と明かした。会見ではサプライズ登場した坂本から花束を受け取った。彼と一緒にプレーできたことは本当に楽しかったし、嬉しかった。もともと会話とかはしていましたけど、普段彼がどういう準備をして、どういう振る舞いをして、どういう立ち姿なのか。 そういうことも気になって入団したっていうのもある。これだけの成績を残せるのかというのは、やっぱり同学年ながら羨ましく、勉強したい思いがあった。普段から気さくですし、優しくていい男、と話した。